時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りいたします。お届けするのは FM ギノワンの根間ゆかりと山内です。よろしくお願いします。お願いします。今週もやってまいりました。はい、ライフサポートラジオでございますが、はい、今週はですね、僕の手違いでゲストなしということで2人で頑張ります、はい。来る予定だったんですけど、ちょっと一周ね間違っちゃったということでね。来週ゲストさんがいらっしゃいます。そうなんですよ、はい、大変ですけどもはい、はい、ということで、最近暑い日が続いてますが、どうですか、ゆかりさん。もう暑さに負けそうです。暑さに慣れましたかあ、それは大丈夫です。皆さんも本当にね、熱中症とか気をつけていただきたいなと思うんですが、この辺、ですね、はい、最近ちょっとずつ実は和らいできてるんですよ。あ、そうなんですか。ガサガサしないでください和らいできてて、はい、でただですね、そのなんていうんですかね、にわか雨が非常に多い。あ、多いです、うん、安定しない天気が続いてますね、はい。なのでもうねバーッと降りますので、皆さん土砂災害とかね、やっぱ気をつけていただきたいなと、はい。で本土の方にも台風が上がってきてますね。上がりましたね、はい。やっぱりそれも気をつけてほしいですね。ですね、本当に東京直撃じゃないかと。そうですね、なんか進路を見てたら、そうなんですよ、関東から東北の方にかけて進んでますね、うん。で昨日は東北でまた大雨が、そのせいでですね、はい、大雨が多めになったということで大変らしいですが、この番組ではそういったですね、皆さんの身の回りの防災防犯番組や防犯情報を、お届けしていこうという番組ですので、ぜひぜひ聞いていただきたいですね。はい、はい、とこの番組ではご意見ご感想を受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ではこの後はお知らせと新聞記事から防災防犯情報をお伝えしていきます。はい、今週もライフサポート始まります。はい、じゃあ2行読んだよ、次の。あ、はい、 OK。 FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオ、この時間は FM ギノワンから防災防犯番組をお届けしています。そうです、この後10時半まで生放送でお送りしますので、皆さんぜひお付き合いください。よろしくお願いします。今日はですね、はい、今日もっていうか今日も宜野湾市総合防災マップより、ですね、今日は地震関連の、備えですね、はい、そういったのをお伝えしたいと思います。それではどうぞ。はい、とハザードマップを活用して地震への備えについても考えましょう。地震から身を守る最大のポイントは事前の備えと冷静な判断力です、うん、いざという時の行動を日頃から確認しておきましょう。そうそう、ちょっと言うの忘れてたんですけど、はい、宜野湾市のこの総合防災マップ、はい、僕の家にも届いてまして、多分これ括弧配布じゃないですかね、宜野湾市民。一軒ずつ。あ、じゃあ私の家には届かないですね、うん、そうですね。あなたはどこでしたっけ私那覇です。水ですもんね水ですちょっと自分でもらいに行ってきます。そうですね、本当にね、この一軒一軒多分届いてると思います。そうですね、なんか山内さんに見せていただいたら、なんかいろんな情報が載ってて、そう、すごいこれいい、はい、防災に関してね、すごいいい冊子ですので、皆さんこれね活用していただきたい。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、はい。してからに、はい、今日は地震の備えですね。はい、日頃から地震に備えましょうということで、うん、
とタンスや本棚などの家具はしっかりと固定しておきましょう。そうです。寝室には重い家具を置かないなど、家具の配置にも気を配りましょう。どうですか、やってますか？いや、してないです。してないですよね。はい、ダメですね。ダメですね。ちゃんちゃらとかしてでも大丈夫です。私の寝室には物がないんで。ああ、うちもです。あ、じゃあ大丈夫です。大丈夫です。倒れてくるものはないということですね。でもこの他の部屋はというと、うん、なんかまあ高いところに物があったりするので、あ、それはちょっと固定したり ね下に置いた方がいいかもしれないですね。そのあたりちょっと気をつけます。はい。そして、食料品、うん、飲料水を7日分、最低3日分は用意しておきましょう。そう、これも大事らしいですからね。本当にね、いつ何時何が起きるかわからないですから。そうですね。特に地震なんていうのはもう予想ができないという。最近多いですもんね、いろんなところで、うん、この前来ていただいた方、地震の、はい、気象台の地震予測の方がいるんですけど、はいはい、その方に来ていただいたら、もうね、予測できないといろいろ言われてるじゃないですか、南海トラフが危ないよとか。あ、はいはい、ありますね。あるでしょ。それは確かに危ないと、うん、だけどいつ起こるのかもうさっぱりわからないで、南海トラフも結構ここ10年ぐらいずっと言われ続けてますもんね。そう、ずっと言われ続けてるさ、はい、東京危ないよって、関東大震災起こりますよって、はい、ずっと言われてるけど周辺起こってるでしょ、うん、だからもう全然わかんないだろ。じゃあもう本当にいざという時にやっぱりもう備えておかないと。そうです。で、沖縄でもね、やっぱり沖縄地震来る可能性はあるよと。ああ。沖縄地震ないってのんびりしてますけども、僕は。そうですね、なんか特にこう大きな地震が起こったってことあんまりないんで。そう、だから僕も、うん、もう本当にのんびりしてますけども、これじゃダメだなと。ダメです、準備しないと。本当に準備大事ですからね。はい、はい、してもし地震が起こったら、お、もし家の中で地震が起こった際は、うん、揺れを感じたらまず丈夫な机やテーブルなどの下に身を隠しましょう、うん、玄関などの扉を開けて出口を確保しましょう。あ、そうそう、これね、開かなくなるらしいですから。みたいですね、うん、衝撃で。なので出口をしっかりと確保しておいてください、はい、使用中のガス器具、ストーブなどは素早く火を消しましょう、うん、万が一出火したらまず消火器具で火を消しましょう。はい、これね、でもパニックってできるかな。でもなんか地震が来たら本当にそれこそ火よりもなんか自分の身を急いで守らなきゃっていうことで逃げてしまいそうですよね。逃げてしまいそう。でもそうするとやっぱり火事の原因とかになってしまうので、ね、そうですね、素早く火は消してください、はい、では外で地震が起こった際は、うん、車を運転していたら徐々にスピードを落として広い場所に駐車し、車から降りて避難しましょう。橋やトンネルの周りは危険ですので注意をしてください。あ、そうなんだね。徐々にスピードを落として広い場所に駐車する。そうですね、徐々になんですね。まあでも急ブレーキとかしたら後ろが危ないですもんね、うん、でも車でさ、うん、どうなんだろうね、分かるのかな。それですよね。あ、でも最近この地震速報とかで多分、はいはいはい、気づくんじゃないですか。実際乗ってたら、それとも本当に大きな地震っていうのは乗ってても気づくかもわからんね。ああ、そうですね、すごいやっぱりこう、うん、あ、でも車の揺れと、いや絶対気づくと思うよ。そういえば東北の時ね、はい、気づいたって言ってた気がするな。あ、じゃあやっぱり気づくもんなんですね、うん、多分すごい縦揺れらしいですからね、うん、はい、その際は、徐々に、そうですね、ゆっくりスピード落として広い場所に駐車しましょうね。はい、はい、屋外にいる際はブロック塀や電柱から離れ、うん、看板などの落下物、切れた電線などに注意をしてください。うわ、もうどこにも行けないな。そうですね、本当にもう何もない広い場所に、難しいですね、うん、うん、そうですね、海とかやっぱり津波とかが来るんで行けないですし、うん、できるだけ物が少ない場所に移動してください。そうですね、はい、で、自主防災組織への参加、うん、大規模な災害が発生したとき、交通網の寸断、同時に発生する火災などにより市、警察、消防などの公共機関が十分に対応できない可能性があります。阪神淡路大震災では約 95% の方が自力による脱出や家族、友人、隣人に助けられています。いざという時に備えて日頃から自分たちの地域は自分たちで守ろうという意識のもと、
自治会活動の一環としても自主防災組織に参加しましょう。そうですね、本当に今地域づくり、防災防犯も含めて安全な地域づくりというので、はい、その何でしたっけ、この自治会活動、自治会にですね非常に注目が集まっています。なのでぜひ、1回でもいいからね参加していただければと思います。特にこの防災訓練とかね。そうですね、でもやっぱり自治会ごとでやってるので多いですもんね最近、こう自治会でのつながりでやっぱり、うん、まあ、みんなで助け合うっていうのは。そうです、多いです。以上、地震に対する備えお伝えしました。はい、先ほどの話の流れでこの地震の時じゃどこに逃げればいいのということで、毎週ですねこの地域ごとに避難場所、お伝えしているんですが、今日はどこですか、ゆかりさん。本日は喜友名地区と伊佐地区の、はい、防災施設をお伝えしていきます。はい、お願いします。まずはじめに喜友名地区の指定緊急避難場所、チュンナー公園、こちらになっています。続きまして伊佐地区の指定緊急避難場所は伊佐児童公園、伊佐第二児童公園となっています。はい、続きまして喜友名地区の指定避難場所、喜友名区公民館となっています。で、伊佐地区の指定避難場所、勤労青少年ホーム、勤労者体育センター、伊佐区公民館となっています。はい、いざという時に備えてしっかりと避難場所を確認しておきましょう。そうですね、はい、ぜひ、この今ねお伝えしたのはすべてこの宜野湾市の総合防災マップに書かれております。ぜひこれを活用してですね普段、どこに逃げたらいいか、自分の地区のですね避難場所をチェックしておいてください。よろしくお願いします。はい、それでは CM です。ツイキャスできてるやん。あ、できてます、大丈夫です。あ、やってるね。はい、いつまでもいつツイキャスメンテやでメンテ終わりました。なくせっつったの。さあ、お送りしておりますライフサポートラジオ、 FM ギノワンの防災防犯情報番組でございます。はい、それでは後半、今日はですね新聞記事からちょっとお伝えしたいと思います。今日は前半は地震についての備えお伝えしましたが、はい、今日のですね沖縄タイムス社会面で、熊本地震のことが載っておりましたので紹介します。地震影響1400人が転出、わかりますか、転出、要はね1400人地震のあと1400人この離れていったということですね。はい、熊本地震は最大震度7の本震から16日で4ヶ月経ちましたよ。早いですね。早いね。4ヶ月も。4ヶ月なんだね。うん、地震の影響で熊本県から人口が流出しています。転出から転入を差し引いた、転出超過は4から6月の3ヶ月で、およそ1400人。去年の同時期は865人でしたということですね。県は住宅や仕事を失った被災者の一部が県外に転居したと分析しています。
この担当の人は流出に歯止めがかからず状況は深刻と指摘していますとのことですね、はい。今どうすればいいかという具体策の検討を進めているとのことです。あの地震はだからその本当に被害あって家潰れたとかっていう実質被害っていうんですかね、はい、うん、それだけではなく地域にこのように大きな影響を及ぼすということですね。本当怖いね。そうですね。嫌ですね。やっぱりお仕事もな、まあ、そのな全てが立て直るまでには、うん、お仕事も失ってしまってやっぱりそこで暮らしていくって考えるとすごい難しいですよね。そうですね。前ね稲垣先生というこの防災のスペシャリスト、はい、元沖国大の准教授がいるんですけどその方に聞いたらやっぱり避難所の助け合いというのが非常に大事になってくると、うん、でそのもう長くそこで生活しないといけないから、はい、人間関係がやっぱりここではできてくると。で、そこでの助け合い何よりも、うん、それができるかできないかっていうことでなかなかそれは行政側は難しいと。あ、分かります、はい、やっぱりね、この本当に避難した方々がいろいろやっぱり考えてやっていかないといけない、うん、その中で要望を行政に伝えるというそういう仕組みがもうできていたと。あ、それがね熊本では、はい、だから非常に素晴らしかったよっていう話を知ったんですけどこの間にじゃあどうするかということですよね、うん、仕事が本当になくなっちゃったとかっていう場合はもうどうしようもないじゃないですか。そうですね。だけど仕事しながら、うん、例えばお家が仮設住宅っていうんですかね、なんていうんですかね、はい、お家をこう県側がとか市側がこうやってあげるっていうのは、うん、そういう歯止めになるのかなとは思うんですけどそれもねでも簡単には言うけどもなかなか難しい話で、うん、そうですね、うん、やっぱりねどうしても難しいですよねいろいろと。で、この記事の中でね、はい、関連死が、80人とのことですよ。熊本地震の影響による関連死ですね、熊本市は8月16日ですね、熊本地震で新たに70代から90代の男女7人を地震関連死に認定し、熊本県も、これは鹿島町かなで男性1人が関連死に認定されていたと発表しました。一連の地震による関連死は、25人、建物の下敷きになるなどの直接死を含む犠牲者ですね、犠牲者が80人となりました。その80人の中の25人はその関連死ということですね、うん、熊本地震は16日で4ヶ月経ち、16日現在避難所で生活している人は1335人とのことです。でもまだまだやっぱり避難所で生活している方ってすごいたくさんいるんですね、うん、たくさんいますね、うん、実際行ってみたいな。ちょっとそうですもんね、なんか実際やっぱりこうテレビで取り上げてたり新聞で取り上げてるのと、うん、また行った人の話を聞くのとは全然違うみたいですね、はい、だからちょっとなんかね何かしらこちらもできたらいいですが、うん、以上熊本関連熊本の地震のですね記事をお伝えしました。続いて同じくですねこれはもう地震とちょっと関係ないんですが、はい、沖縄タイムズの社会面からまた記事がありましたので、はい、これは防犯の、記事です。犯罪の記事ですね、警官名乗る不審電話に注意してということで、これは沖縄県警が個人情報を伝えないでという見出しですね。本島中南部で警察官などをかたり口座番号を聞き出そうとする不審電話が相次いでいるとして、県警生活安全企画課が不審電話に個人情報を伝えないよう注意を呼びかけています。不審電話は購入していない通販商品の問い合わせで購入詐欺に遭っていると騙し個人情報を聞き出す手口とのことですね。怖いね。怖いですね。
県警本部の職員や金融庁職員を語り、口座番号や残高、家族構成を聞き取ろうとするとのことです。これまで3件の相談が寄せられていて、被害は確認されていないんですけど、相談が寄せられているということですね。で、どうかは特殊詐欺などで個人情報を悪用される可能性がある、電話では安易に個人情報を伝えないようにしてほしいと話していますとのことです。はい、詐欺ですよ。でもそうですもんね、電話こう言葉巧みに言われてしまうと、うん、なんかましてや警察とか言われるとやっぱり、あ、伝えないといけないのかなって思うよね。焦ってなりますよね。これさ、だから高齢者だけじゃなくて僕らもなりますので、普通のこの人もね、はい、そうですね。なんか警察から電話っていう、うん、まずそのワードでなんか少しドキドキしちゃうね、はい、何もしてなくてもなんか焦ってしまいますよね。そうなんですよ。なのでただその、まあ、警察が多分ね個人情報を聞き出したりそういったことはやらない、うん、そうですね。ましてや口座番号とかは、うん、そう、うん、警察本部の職員や金融庁職員を語り、うん、口座番号や残高、家族構成を聞き出そうとするということで、残高まで聞くんだね。そうですね、すごいな最近の詐欺はそうですね、ちょっと大変ですね。だからこれは本当に身近な人にまず教えないで、うん、ちょっと分かんないので聞いてみますみたいな感じであれした方がいいんじゃないかな、まあ、まず一回電話を置いた方がいいですよね。そう伝える前に。うちもそうなんですよ。いろいろね、いろんな電話かかってくるじゃないですか、はい、で質問とかもあるでしょ、はい、その中でいや、まずは答えないでって教えてるじゃないですか、はい、で確認しますっつって、うん、僕に聞いてくださいと、はいその体だよね。そうですね。でもやっぱりまあその自分がこう思っててもやっぱりこの他の人にそれをちょっと相談して一回置くっていうのも大切だと思います。そうですね、個人情報悪用されると本当に大変なことになりますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。以上、はい、新聞記事からお伝えしましたが、コメント来てますね、野の中の銀の蛍さん、ありがとうございます。ありがとうございます。詐欺もいろいろあの手この手で来ますね、気をつけないといけませんね、ということで、本当そうですよ。僕一回詐欺に遭ったことがあって。そうなんですか。詐欺というかね、この街でアンケート、東京に行った、はい、もう学生の頃ですよ、うん、もうアンケート書いてって言われて書いたら、お金払えって言うんですよ。はい、あ、なんでっつって、うん、そしたらここにも書いてあるっつって、へ、うん、払いなさいっつってからね、嫌だっつって逃げましたそういうこともあるので、その赤い、あ、そのもうアンケート用紙の下の方にそのなんか、まあ、分かんない、ちょっと忘れたんだけど、はい、とにかく払えっつって、で嫌だっつったらこのお兄さんがめっちゃ怖くなって、急にはあっつってからに、だからもうすぐ逃げました。逃げるのが一番です。そうなんですよ。もうあーっつって逃げました、リスちゃん、東京のアンケートは怖いよってことで、やっぱりそうなんです、怖いみたいです。結構ね、話聞いたらそういう人いるらしいので、気をつけていただきたいと思います、はい、以上、沖縄タイムスから記事をお伝えしました。さあ、あっという間のお時間ですが、はい、はい、今日はですね、地震対策、地震の備えですねの情報とですね、あとは先ほどお伝えしたその詐欺ですね、はい、警察官あるいは金融庁の職員を語って、うん、いろんな個人情報を聞き出そうとする詐欺が増えているとのことなので、それを注意してということで記事を紹介しましたが、来週はその警察の方が、あ、はい、宜野湾署のですね警察、もう月1レギュラーで
非常に気合を入れて来ていただくので、はい、いつも楽しみにしておりますがぜひ皆さんもですねこの番組聞いて、今行われているその、まあ、犯罪ですね、こんなことが今ありますよとかいろいろ身近な防犯そして防災情報を、なるべくお伝えしていきますのでぜひこの番組聞いてください。お願いします。はい、閉めるか。はい。とこの 防犯番組ライフサポートお伝えしたのは根間ゆかりと山内でした。また来週さよなら。さよなら。防災、はい、突然の振りに弱いゆかりでございます。頑張ります。閉めることはもう変えとったらいいや自分で。はい、リスちゃんありがとうございます。ありがとうございます。セブンさんもありがとうございます。ありがとうございます。野の中の銀のホタルさん、これは銀のホタルさんでいいのかな、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、ゆかりちゃん素敵な声なのに。ありがとうございます。頑張ります。いや俺音楽者です。あ、でも今から小田新金の奥間さんが来るって。あ、はい、明日モーニングエイトでゲストに話しちゃう、打ち合わせを。